ギターとお話の贈り物、ギターはおしゃべり。こんにちは。こんにちは。ご案内役の高橋由紀と篠原正史です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくどうぞ。この番組は毎週日曜日11時からご覧のチャンネルでお届けしております。ギターの楽しさをおしゃべりと演奏でお届けしていく番組です。はい、はい、ということで今回のテーマは、はい、確かね3回目になると思うんですね、はい、あのウィーンからの便りということで、はい、はい、今回の放送は8月29日にプラサギターラで行われた岡本拓也くんと藤本浩輝くんのサロンコンサートの様子をご覧いただきます。はい、はい、実は2人とももう海外に出ちゃってね、はい、藤本くんも出ちゃって、はい、この夏やっぱり、ちょうど揃って、この日なら大丈夫というので29日に、ね、はい、コンサートが実現しました、はい、またいろいろね楽しい様子をちょっと見ていただきましょう。はい、それではご覧ください。拓也君は、4年になりましたか。はい、ね、あと何年ぐらいですか。ですね、大学院まで卒業するっていう形になるとあと3年ほど必要なんですけど。どうですかね、はい、必要です、はい、ただやっぱりあちらでその勉強できるっていうことがすごく、プラスになってまして、安い値段で学生の料金でコンサートとかオペラが聴けたり見たりできる
でもしくは、あちらのフェスティバルがとても盛んなヨーロッパなので、うん、フェスティバル兼コンクールにこれから、ビシバシと出てどんどんと出ていきたいなとは思うんですけど、ちょっとそれ次第でちょっと親とも相談して、はい、ただ、まあ、残り3年っていうのは一つ区切りで約束はしたので、その間にやはりコンクールなど結果を残せたらなというふうに思います。はい、ね、ぜひ、はい、コキ君もなんかドイツに。そうですね、僕が行ってしまうとか、あの6月、7月、5月ぐらい受験で行ってきまして、5、6、7です、はい、で、ケルン の, あのケルンですか、ケルン音楽大学の方に10月から授業が始まって、そこに行こうと思っています。はい、素晴らしいですね。あのね、また帰ってきてね、こうやって一緒にコンサートをやっていただけると本当に僕らも嬉しいんですけど、たくや君は、はい、一番近いところではどっかコンサートがあるんですか、インフォメーション。あ、そうですね、9月の19日に、八ヶ岳にて、パク・キュウヒさん、松田元さん、徳永慎一郎さんと、ギターカルテットでコンサートを八ヶ岳音楽堂でさせていただくんですが、もしよかったらちょっと遠いんですけど、よろしくお願いします。うん、コキ君は。僕は来年の3月にもしかしたらあるかもしれないですけど、まだちょっと日程を調整中で、もしかしたら遠いもんね、はい、ですね。まあでもそれで戻ってこれたら、まあちょっと休みの時期なので、なるほど、そうできたらなと思って、はい、ぜひ2人申し合わせと同じ時期に帰ってきてくださいね。たくや君が戻った時に必ず僕と二重奏を1曲やりましょうという約束で、でやってたんですが、3人になったのでじゃあ三重奏にしようということで、はい、毎回三重奏をやらせて僕がもらってます。で今回はこちらからこの鳥の歌をやりたいんですけどということで、はい、はい、リクエストもらって大変に嬉しいリクエストです。この鳥をどこにはめようかと、まあ、鳥の歌だからやっぱり最後かなって言ってたんですけど、はい、一部の最後ですね、これ、はい。特に音曲についてあまり知らないので、はい、じゃあ変なこと喋るといけないなと思って。はい、じゃあ行きましょうか。はい、
Thank you.
回お届けしましたのは、8月29日にプラサギターラで行われた岡本拓也くんと藤本浩輝くんのサロンコンサートの様子でした。はい、ね、相変わらず息がいいというか ね元気な2人でした ね、はいねはい、またこれが実現するといいですね。そうですね、またぜひ直接のインタビューなんかも私もしたいなと思います。はい、はいはい、それでは今週も終了のお時間が近づいてまいりました。この番組は毎週日曜日11時からご覧のチャンネルでお届けしております。そして再放送が YouTube にて公開されております。検索ワードはギターはおしゃべりで、ぜひぜひご覧ください、はい、またチャンネル登録、Ustream と YouTube ともにしていただきますと、こう見逃すことなくお知らせが届きますので、ぜひぜひそちらもよろしくお願いいたします。ですね、はい、またギターはおしゃべりのホームページがありますので、そちらからご意見やご感想などもぜひお待ちしております、はい、あのギターはおしゃべりでやっぱり、ね、はい、検索していただくとホームページというのが出てきます。ぜひリクエストもね受け付けておりますぜひどうぞ。はい、それでは今週も篠原さんの演奏でお別れしたいと思います。また来週お会いいたしましょう。はい、さよなら。